はい、議長。6番谷口拓海君。会派新生の谷口です。本年の7月12日から13日にかけての大雨により被災されました方々に心からのお見舞いを申し上げます。また市当局におかれましては、災害発生から昼夜を問わずに対応していただき、大変な苦労があったかと思っております。心から敬意を表するものであります。今後の復旧作業も膨大な作業となると思いますが、迅速に復旧復興を行っていただくことをお願いするものであります。それでは通告に従い4項目について一問一答形式で質問いたしますので、どうかよろしくお願いいたします。まずはじめに豪雨災害についてお尋ねいたします。富山県内は7月12日に発生した線状降水帯が猛威を振るい、13日にかけて小矢部市においても記録的な大雨となりました。今回の大雨で気象庁は記録的短時間大雨情報を出しました。この気象庁の発表を受けて、小矢部市においてはどのような対応をしたのかを教えていただきたいと思います。総務部長橋本信之君。7月の大雨災害においては、7月12日の21時25分に土砂災害警戒情報、22時9分に気象庁より顕著な大雨に関する富山県気象情報が発表されたことから、本市では総務課および関係課の職員が本庁舎に参集し、情報収集に努めるとともに、住民の避難に向けて夜間の避難所開設の準備をしておりました。また23時45分に市長を本部長とする災害対策本部会議を開催し、被害状況等の情報共有および今後の災害対応に向けて協議を行ったところであります。6番谷口拓海君。市の方でも夜間の雨であったということで、夜に急遽集まっていただいて大変だったのかなというふうに思っております。今回の豪雨災害では小矢部市では人的被害はなかったものの、南砺市では尊い人命が失われておるわけであります。小矢部市においても大変危険な状態であったのではないかというふうに私は思っております。内閣府の避難勧告等の判断、伝達マニュアル作成ガイドライン、土砂災害関連の抜粋を見てみますと、各市町村が避難勧告等の発令基準や伝達方法を検討するにあたって、最低限考えておくべき事項が示されております。このガイドラインには、市町村長の責務として、住民一人一人が避難行動を取る判断ができる知識と情報を提供することであり、住民はこれらの情報を参考に、自らの判断で避難行動を取ることとなると、こういうふうに書かれておるわけでございます。小矢部市では、どのような情報をどのような手段で市民に提供したのかを教えていただきたいと思います。総務部長橋本信之君。7月12日の午後には大雨への警戒や災害への備えについて、今後の気象情報や気象庁のホームページ、富山県の防災情報のホームページなど、自ら避難行動を取るための参考となる情報を添えて
市防災緊急メール、市ホームページ、市ケーブルテレビにより市民に対して周知を行いました。なお、同日夜間の土砂災害警戒情報発表時点では、泉町地内のアンダーパスの冠水、国道471号の通行止め、県道親別畑線の倒木といった事象や、すでに雨がひどく、道路の冠水、土砂崩れ等が発生したことに加え、夜間であったことから、高齢者を含む住民の移動が危険であると判断し、避難指示ではなく、自主避難を呼びかけ、自主避難所2か所を開設したところであります。また、その後も適宜、自主避難所の開設の情報や気象警報、水防警報などについて、市防災行政無線や市防災緊急メール、市ホームページ、市ケーブルテレビにより情報を発信しております。6番、谷口拓実君。はい、私もですね、やはりテレビ、またインターネット等で情報をいろいろ見ておりました。まあ、大変なことになって、だんだん大変なことになってくるなと、天気予報通りのことになってくるなということで、大変心配しとったわけでございます。またですね、先ほどのですね、内閣府のガイドライン、これですが、これにはこうも書いてあります。避難準備情報発令や避難勧告、この避難勧告の設定例、どういう場合に避難勧告を出すかという設定例が記載されておるわけでございます。まずですね、避難準備情報の判断基準、これは4例書いてあります。一つでも該当する場合は、避難準備情報を市として発令するものというふうに書いてあります。この中で強調されている、特にですね、4例書いてあるわけですが、強調されているところは、アンダーラインが引いてあるわけでございますが、この中で強調されている設定例に、こういうふうに書いてあります。大雨注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間、翌朝、早朝に大雨警報、また土砂災害に切り替わる可能性が言及されている場合と、こういうふうに書かれております。またこれ、もう一つ上の基準ですが、避難勧告。避難勧告の判断基準の設定例、これも4例書かれております。これも一つでも該当すると、避難勧告の判断基準となります。この4例の中で強調されている設定例、これはですね、土砂災害警戒情報が発表された場合というふうに書かれておるわけでございます。また、避難指示の判断基準の設定例は、5例書かれております。避難指示は避難情報の中で最高のランクの情報ではないかというふうに思っております。判断基準の設定例はいずれか一つに判断する場合に避難指示を発令するものと書かれており、この設定例の中に土砂災害警戒情報が発表されており、さらに記録的短時間大雨情報が発表された場合と、こういうふうに書かれておるわけでございます。小矢部市では7月12日19時55分に大雨警報を発表、その後12日21時25分に土砂災害警戒情報が発表され、水防警報も岩戸川、小名出川では最高基準のレベル4の氾濫危険水位まで達しておるわけでございます。気象庁は7月12日19分に顕著な大雨に関する気象情報を発表いたしました。このようなことから小矢部市では自主避難所を2か所開設されましたが、先ほどから言っている避難情報は発表されなかったというふうに記憶しておるわけであります。小矢部市の土砂災害ハザードマップを見ますと、土砂災害特別警戒区域に指定された区域やこの隣接に住宅があるところがございます。今回の豪雨災害や土砂災害は、内閣府のガイドラインの範疇に入らなかったのでしょうか。また、このマニュアルには、夜間であっても躊躇することなく避難勧告等は発令すると
これもアンダーラインを引いて強調されて書いてるわけでございます。小矢部氏ではなぜ避難情報を発表しなかったのかを教えていただきたいと思います。総務部長橋本信之君。今回本市において大雨警報、土砂災害警戒情報、顕著な大雨に関する富山県気象情報が発表されていたことから、内閣府のガイドラインに基づきますと避難指示発令の段階であったと考えております。しかしながら先ほども答弁させていただきましたとおり、すでに雨がひどく道路の冠水、土砂崩れ等も発生しており、加えて夜間であったことから住民の移動が危険であると判断し、避難指示ではなく自主避難を市民に対して呼びかけたところであります。幸いにも今回本市において人的被害はありませんでしたが、市民の安全確保という観点からも今後避難指示の発令については内閣府のガイドラインに基づいて適切に判断してまいりたいと考えております。6番谷口匠君。確かに夜間に避難所に行くというのはですね、大変危険なことであると。南砺市の場合もですね、夜間に移動されて他の方を助けに行かれてということでございました。ただ内閣のガイドラインを見ますと、先ほども言いましたが最終的な判断は市民自分一人一人が行うもの、行政は情報を伝える、それによって市民が判断するというふうに書いてあるわけでございます。また夜間で避難が危ないという判断、それは間違いだとは私は思いませんが、避難にも垂直避難とか家の中の垂直避難、水平避難、山側から離れる、2階に上がる、これも避難でございます。やはりこのような情報をもとにそういうような避難、やはり今回の山崩れ等の災害を見てみますと、家の裏が崩れてきてですね、もうちょっとで家が潰れ、もうちょっと広く崩れれば家が潰れるのではないか、その時に山側の1階にいたらどうなるかということを考えるわけでございます。それでこういう質問をしたわけでございます。いろいろ大変な面もあると思いますが、いろんなことを大変だなということを思ってですね、この会派でも、私どもの会派でも、先月ですね、広島県阿金熊野町と広島県広島市で豪雨災害について視察、また勉強してまいりました。この中で印象的に残ったことを一つだけ申しますと、繰り返しになるかもしれませんが、広島市では避難情報は夜間であっても基準に従い発表すると、こういうふうにやはり言われておりました。これが非常に印象に残っております。小矢部市では災害が少なく経験が少なかったというふうな声も聞きますが、小矢部市の大雨に関する災害の情報を見てみますと、小矢部市の昭和18年からのこの豪雨災害を調べていました。なぜ18年からかと申しますと、明治に入ってからの大雨とか大火とかの記録はいろいろ残っているわけでございますが、大正の頃から昭和18年にかけて大雨がなかったの記録がなかった、大雨があったかもしれない、ただ戦争中とかいろんなことがあって載っていないのかなという私の勝手な判断でございますが、昭和18年からの豪雨災害の記録を見ますと、大雨で今回で19回被災しており、家屋や橋梁の流出、住宅や農地の浸水、道路の損壊、山崩れ、また死者も発生するなど、たくさんの豪雨災害が起こっているわけでございます。先進地を参考にするなど、防災体制の見直しが必要ではないかというふうに思っております。どのようにお考えか教えていただきたいと思います。総務部長、橋本信之君。議員ご提案のとおり、7月の大雨災害を受けて、防災体制の見直しも必要であると考えております。特に初動体制を迅速に整えるため、災害時初動マニュアルや市地域防災計画の見直しも必要であると考えているところであります。合わせて市民の皆様が
大雨災害等に備えて自分自身が取る標準的な防災行動をあらかじめ時系列的に整理した個人の避難行動計画であるマイタイムラインの作成や、線状降水帯が発生する時間や場所を正確に予想するのは難しいことから、いつ線状降水帯が発生しても避難できるよう、事前にハザードマップにおいて危険な箇所を確認するなど、普段からの準備や心構えが何よりも重要と考えております。また、安全な地域の親戚や知人宅に予防的に避難をすること、夜間の大雨時には無理に屋外へ避難せず、自宅2階へ垂直避難すること等も含め、事前に避難場所や避難経路、避難方法を決めておくなど、ソフト面の防災対策の啓発も強化し、大雨による被害軽減につなげていかなければならないと改めて認識したところであります。6番、谷口拓海君。はい、今までの説明を聞いておりますと、確かにですね、地区防災計画やマイタイムラインがまだきっちりお呼びしないでは、すべてに浸透しているというふうには思いませんので、お呼びしの取った行動が、それが間違いだったということではなく、今後、より強固なその防災意識を持つことが大切ではないかということで、先ほどから質問を取ったわけでございます。次にですね、このどうしてこういうことになったかということと、こうならないための提案等を言いたいと思います。小矢部市の職員もですね、職員のが世代交代が進むわけです。自治体としては必ず世代交代が進む。また、家に帰っても家族もですね、じいちゃんは災害に遭っとるけど、孫は知っとるわけもないということで、世代交代が進みですね、記憶は世代交代とともに風化していくわけでございます。この災害の教訓をどう伝えていくか、各地で模索が始まっているそうであります。この災害が多発しているといっても、同じ職員がですよ、何度も同じ災害を経験するということは、その災害の対応するということはまずないと思います。また、定期異動や定年もあります。このようなことから、職員の経験値だけに頼らず、災害業務に DX 活用を進めている先進地があるそうであります。例えば、福島県相馬市では、LINE を使って市民と情報を共有するシステムを導入いたしました。これは災害時に市民から被害の情報を投稿してもらい、携帯電話の位置情報から被害の場所が自動で地図に表示され、AI が災害の内容を分析して優先的に対応すべき業務を提示してくれるシステムだそうであります。まあ、小矢部市でも道路の方では、写真を送ってというのがありますが、もう一歩踏み込んで AI を使ってどうしていくかということを決めていくというシステムだそうであります。さらにですね、今全国の自治体で導入が進んでいるのが、東京大学が自治体向けに開発した災害対応工程管理システムだそうであります。このシステムは、災害時に自治体に必要な業務を詳細に調査・分析し、48種類500工程に定義し、フローチャートで示すシステムだそうであります。災害対応の経験がない職員でも、次に何をすればよいか一目で分かるようになっているそうであります。システム上で情報共有するには、インターネット等の通信環境が必要でありますが、分厚い地域防災計画、地域防災計画って1ページ1ページはまくらないといけないわけなんですが、このですね、これをですね、見える化したシステムだというふうに書いてございました。これはですね、全国ですでに45の自治体で導入が進んでいるそうであります。小矢部市においても、導入に向け調査、研究をすることが大切ではないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。総務部長、橋本信之君。人事異動に伴う災害対応業務の引き継ぎは、
本市のみならず全国の自治体においても大きな課題であります。また過去の災害対応では膨大なページ数の地域防災計画から必要となる情報を素早く把握することが困難であったということが指摘をされております。議員からご紹介がありました災害対応工程管理システムは、東日本大震災や西日本豪雨など過去の災害対応の検証と地域防災計画の分析に基づき開発されたシステムであり、災害が発生した際、迅速に状況を把握することが可能であり、的確な対応が行えるよう、それぞれの災害対応が工程化されたシステムであります。このシステムを活用することで、災害対応に不慣れな職員であっても、必要な情報を素早く把握することが可能となり、災害対応を向上・効率化することが期待できることから、このシステムをはじめ、全国の先進的な事例を参考に、本市でも災害対応業務に DX を取り入れることができるか、今後調査・研究を進めてまいりたいと考えております。6番、谷口拓海君。ありがとうございます。ぜひともこの DX 化を進めてですね、世代交代にも対応できる、まあ、今は忘れないうちに災害が来ますが、忘れた頃にやってくる災害でも対応できる、そういうようなシステムを作っていただければというふうに思います。次に、災害復旧についてお尋ねします。この災害復旧の質問は、同僚議員からも質問が出ると思いますが、私の方からは、今後の減災に向けた復旧、その中でも特に河川についてお伺いをいたします。今回の大雨により、たくさんの土砂、流木が河川に堆積し、川底が高くなっているところを多く見かけます。また、護岸が削られているところも数箇所あり、また今後ですね、このような状況の中ですね、今年の7月と同じ程度の豪雨が降れば、災害規模は今までの今年の豪雨よりももっと甚大になるのではないかというふうなことを私は懸念しとるわけであります。この河川は県の担当にはなると思いますが、一刻も早く護岸の修復や浚渫を行わなければ、二次災害になりかねません。県、国に働きかけ、早急な修復や川底の堆積物の撤去をしなければいけないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。産業建設部長、笹本克也君。7月の豪雨に伴う河川災害についてであります。国が管理する一級河川小矢部川においては、市内2カ所が被災しており、県が管理する河川については、一級河川小名手川、横江宮川や渋江川など市内の多くの河川において護岸の被災や流木、土砂の堆積が見られる状態です。また本市が管理する普通河川湯戸丸川では護岸が2カ所で被災しており、巡洋河川天田川では大量の土砂が堆積している状況です。これらのうち護岸や堤防の被災については、増破の恐れがある箇所については現在応急仮復旧工事が行われており、今後本格的な復旧に向けて国庫負担災害復旧事業などにより復旧工事を行う予定としております。また堆積した流木や土砂については、今後洪水の原因となることから、予防的対策として速やかな浚渫工事の実施について国・県に強く働きかけるとともに、本市が管理する河川についても実施してまいりたいと考えております。6番、谷口拓海君。はい、また最近、河川のごみに行きますと、土のう等が、大きな土のうが積み上げてあり、災害復旧工事といいますか、応急工事が始まっているのかなというふうには思いますが、まあ、先ほども言いましたが、
その土のを積み上げる程度ではもともとあった護岸とかが崩れてるということですから、そのどのぐらいではですね、大雨が降ればすぐ流されるのではないかというような心配をしているわけでございます。復旧、一刻も早い復旧をお願いいたします。先ほどですね、昭和18年以降の豪雨災害が今回で19回あったと、こういうふうに私言いましたが、いろいろ昔の地図といいますか、戦後に25年だったかな、昭和25年ぐらいの航空写真が、この辺の航空写真がネットで見つかったわけでございますが、それと現在といろいろ見比べてみたりは しておりますが、どう考えてもですね、昔より堤防の整備や山崩れ防止の擁壁が増えてきております。このような中、いろいろ対策がされとる中、近年になればなるほど大雨災害や土砂災害の頻度が増えているのではないかなというふうに私としては感じております。今回の豪雨は富山県としても初めての線状降水帯による豪雨災害でありました。この原因は定かではありませんが、今年の夏の異常な暑さなどを考えると地球温暖化の影響も考えられます。内閣府の防災の情報のページを見ますと、こういうふうに書いてあります。読み上げます。災害からの復旧・復興においては、災害復旧事業等による公共施設の復旧整備等による単なる現状回復にとどまらず、より安全性に配慮した地域振興のための基礎的な条件づくりとともに、被災地振興の計画的実施、復旧、復興に不可欠である地域経済の復興対策、被災者の自立した生活再建の対策等について、法律、税制、予算措置等により、さまざまな措置を講ずると、こういうふうに書かれておるわけであります。先ほども言いましたが、自然災害がですね、増加傾向の中、この大雨に限らず、さまざまな防災体制、豪雨にも耐える堤防、地産整備をすることが必要ではないかと、今まであったものを復旧するだけではなく、より強固なものにしていくことが必要ではないかということを思いますが、どのようにお考えでしょうか。総務部長、橋本信之君。議員ご提案のとおり、気候変動やそれに伴う自然災害の多様化に対応するため、防災体制の見直しが必要であると考えております。繰り返しとなりますが、初動体制を迅速に整えるため、災害時初動マニュアルや市地域防災計画の見直しも必要であると考えております。また、市民の皆様とともに、災害に強いまちづくりを目指すためにも、自助、共助、公助という役割を再確認していただくための啓発も行い、市全体でさらなる防災力の向上を図ってまいりたいと考えております。産業建設部長、笹本克也君。はい、私の方からはハード整備、特に堤防、地産整備についてお答えをいたします。堤防の整備強化については、これまでにも河川管理者である国や県において護岸整備や堤防への浸透対策として、堤防天場の舗装や遮水やいたの設置工事などが行われております。また地産整備についても、地滑り対策や土石流などの防止を目的とした砂防堰堤整備などの対策事業が行われております。これらの事業は災害を未然に防止し、安全安心で豊かな市民生活を確保するためにも必要不可欠なものであると認識しております。本市としては、これまでにも重点要望などの活動を通して、河川や砂防施設整備の必要性、重要性を伝えてまいりましたが、今後も引き続き防災・減災対策の強化について国や県に働きかけてまいりたいと考えております。6番、谷口匠君。はい、ありがとうございます。確かにですね、市
県、国においてでも、ダムを作ったり堤防を補強していただいたりいろいろしていただいているわけですが、災害がそれにも増して激しくなってきている状況なのかなと、今一度ですね、より強固な国土強靭化のためにもですね、頑張っていただきたいなというふうにお願いして、2番目の質問に移らせていただきます。脱炭素社会に向けた取り組みについてお伺いいたします。桜井市長は2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティを目指すことを2021年12月9日に宣言されました。宣言されてから2年9ヶ月ほどですか経ちますが、この間の成果等があれば教えていただきたいと思います。民政部長野沢博一君。矢部市ゼロカーボンシティ宣言を表明してからの主な成果といたしましては、昨年10月に矢部市地域再生可能エネルギー導入目標を策定いたしました。この導入目標は2050年までのゼロカーボンシティの実現を目指し、そのために必要となる事項を調査検討し、再生可能エネルギー導入目標や脱炭素シナリオ施策展開のロードマップ等を取りまとめたものであります。現在は本市域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出抑制等を行うための施策に関する事項を定める矢部市地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定や、平成29年度に策定した同実行計画事務事業編の改定に向けて今年度末の完了を目指し進めているところであります。6番谷口匠君。先ほどの話を聞いておりますと、10月に目標策定されたとかですね、私の見た資料ではですが、3月に再生可能エネルギー目標導入目標を策定して、ロードマップを作ったというふうに書いてありますが、今のところロードマップだけということで、実際何かを、ハード的に何かを行ったということはない。この施策展開のスケジュール、これが少し遅いような気が私はしとるわけでございます。いろいろ計画は立てられておるようですがという話です。最近の新聞記事でこういうことが書いてありました。魚津市では今年よりゼロカーボンに資する取り組み促進のため、PPA 形式を導入した太陽光発電設備や蓄電池導入に補助金を申請しました。この PPA というのはですね、大きな工場などの屋根を借りると、発電業者が屋根を借りて、太陽光発電を行う。その貸した業者はですね、電力料金が2割程度安くなる。設備投資が、資金がなくても、屋根を貸すことにより、そこの工場なりの電気料金が2割ほど安くなるというふうに新聞には書いてありました。このほかですね、全国各地でさまざまな取り組みが行われているわけでございます。例えば、福岡県久留米市では、既存公共施設を ZEB に改修、この ZEB というのは、ゼロエネルギービルでございます。一つの公共施設のビルで、太陽光発電なりで得られるエネルギーと、そのビルが使うエネルギーが差し引きゼロになる、こういうような改修を行っているそうであります。また静岡県富士市ではゼロカーボンチャレンジ、市民を巻き込んだゼロカーボンに資することをチャレンジすると、こういうのは具体的なですね、紙だけでなくて具体的な施策が始まっているわけです。矢部市においてもこのロードマップ等で事業を策定するだけではなく、策定しなければ事業はできないのかもしれませんが、先進事例を見習い、少しでも早く実効性のある事業を行うことが大変に重要でないかなというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。民政部長野沢博一君。
議員ご指摘のとおり、県内外の自治体において地球温暖化対策に資する事業が展開されているところであります。ご質問にありました魚津市では、本年7月に魚津市ゼロカーボン補助金を創設され、市民や市内事業者を対象に太陽光パネルや蓄電池、給湯器の導入補助を行っております。なお魚津市では令和4年1月に魚津市における再生可能エネルギー導入計画等を策定され、令和5年3月には魚津市地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定されました。このように段階的かつ計画的に必要な計画策定に取り組み、こうした計画の策定が条件となる国の交付金等を有効に活用しながら、本年7月の補助制度の創設に至ったものであると認識しております。本市といたしましては、魚津市の例のように今後地球温暖化対策に資する施策を展開していくためには、事業の実施に必要となる財源の確保を念頭に置きつつ、段階的かつ計画的に地球温暖化対策実行計画等の策定に取り組み、その上で国の補助金等を有効に活用しながら、実効性のある事業を着実に実施してまいりたいと考えております。また今年度に策定を予定しております第7次総合計画後期実施計画への関連事業の位置づけも図りながら、来年度から計画的に取り組んでまいりたいと考えております。6番谷口匠君。当然目標とか資料ベースでを作ってですね、段階的にやっていく、それは十分分かっておりますが、そのスピードを少しでも早めていただきたいという質問でございました。よろしくお願いいたします。またですね、桜井市長のゼロカーボンシティのこの宣言文、2021年12月9日に出されたこの宣言文、これを今一度読み返してみますと、冒頭に大変いいことが書いてあります。読ませていただきます。近年地球温暖化の問題は私たちの生活に直接の影響を及ぼしています。国内においても毎年大型で強い台風や豪雨災害による甚大な被害が発生しているほか、夏季には酷暑が連日続くなど、これまでに経験したことのない異常気象に見舞われており、本市においても市民生活に大きな影響が及んでいます。こういうふうに桜井市長が書かれておるわけです。この桜井市長の宣言文、まさにですね、この宣言文の通り、年々暑くなり、今年の夏の暑さは日本のみならず世界各地で観測史上最高の気温となり、小矢部市においても35度を超える酷暑日が続き、7月12日から13日には富山県で初めて発生した線状降水帯による豪雨災害が発生し、小矢部市でも大災害となりました。この2050年までに何をするかという目標、これも分かりますが、これを待たずとも少しでもできることはやってですね、この施策をやって少しでも早くゼロカーボンにしていくことが大切ではないかというふうに思っております。どのようにお考えでしょうか。民政部長野沢博一君。議員ご指摘のとおり、近年全国各地において大型台風や集中豪雨による甚大な被害が発生しており、今夏では猛暑日や酷暑日が連日続くなど、これまでに経験したことのない異常気象に直面しております。このような異常気象が発生する要因の一つとして、地球温暖化による気候変動が挙げられますが、地球温暖化の対策にはその原因物質である二酸化炭素等の温室効果ガスの排出量を削減する緩和と呼ばれる対策と、気候変動に対して自然生態系や社会経済システムを調整することにより、気候変動の悪影響を軽減する適応と呼ばれる対策の2本柱があります。気候変動を抑えるためには緩和に資する取り組みが最も必要かつ重要な対策ではありますが、最大限排出
削減努力を行っても核に排出された温室効果ガスの大気中への蓄積があり、その効果が現れるには長い時間がかかるとされており、このことからも変化する気候の下で悪影響を最小限に抑えるには、適用に関する取り組みが不可欠であるとされております。2050年を待たずともできる施策を進んでやることが大切とのご提案でありますが、本市といたしましては、日本柱の対策のうち、緩和に資する取り組みとして、まずは、昨年度策定した小矢部市地域再生可能エネルギー導入目標において設定した2030年の二酸化炭素排出量削減目標、2013年比マイナス 44% の実現に向けて、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、必要な取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、適用に関する取り組みにつきましても、災害への備えや熱中症予防に関する取り組みなどを念頭に置きながら、現在進めております地球温暖化対策実行計画区域施策への策定の中で、有効かつ必要な施策について検討を進めてまいりたいと考えております。6番、谷口匠君。はい、いろいろ予算等、いろんな大変なこともあると思いますが、今もおっしゃっておられたように、少しずつ段階を踏んでにはなるかもしれませんが、着実に進めていっていただきたいなというふうに思っております。次の質問に移らせていただきます。地域再生へランドバンクの設置をということでお伺いいたします。各地で空き家や空き地などの増加が問題となっております。小矢部市では空き家バンクなどで対応を行っておりますが、アメリカで考えられた手法でランドバンクという手法があるそうであります。これは主に自治体などによって設置され、荒廃した不動産を取得し、管理や再生などを通じて新たな利用価値を生み出すことを目的としている準公共的な組織だそうであります。日本ではこの10年ほどで複数の地域で設立され、近年の所有者不明土地法や都市再生特別措置法の改正なども後押しとなり、注目されているそうであります。小矢部市ではランドバンクの研究や設立を考えたことがあるのかを教えていただきたいと思います。産業建設部長、笹本克也君。はい、ランドバンクの研究と設立についてのご質問であります。ランドバンクとは、行政や民間不動産会社等が空き家や空き地などの空き地などを取得し、周辺の土地を含めて一体的に活用・再生する手法であり、多くの都市が抱えるスポンジ化やドーナツ化現象への対策として、全国的にも活用されている事例がございます。本市においては、国からのモデル調査の募集等もありますことから、制度としては認識しておりますが、これまでに研究や設立に向けて検討を行ったことはございません。6番、谷口匠君。知ってはいるけど、まだ調査研究する段階ではないという答弁だったかなというふうに思います。私の方からも少しだけこのランドバンクについて、もう少し日本でのランドバンクについて説明をしたいと思います。日本で初めてのランドバンクは山形県鶴岡市で始まりました。国内のランドバンクは民間の専門家のノウハウが生かされた NPO 法人と自治体で共同で活動を行っているそうであります。この鶴岡ランドバンクの業務内容は、まさにこのランドバンク事業、空き家バンク事業、空き家管理委託事業、空き家のコンバーション事業などで、空き家コンバーションによるシェアハウスの提供などで成果を上げているそうであります。静岡県掛川市の事例では、空き家の管理業務、啓発活動、中心市街地活性化、
小規模再開発事業を実施しているそうであります。少子高齢化などで相続されずに放置される土地や空き家が大変増えてきております。ランドバンクは空き家に対するさまざまな働きかけや空き家所有者への啓発、空き家予備軍の住宅の流動化、放置されている空き家の解体に顕著な実績を挙げている事例もあるそうであります。まあ、ぜひとも今後小矢部市においてもランドバンクの研究設置研究をですねしていただきたいというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。産業建設部長笹本克也君。全国の先進的なランドバンクの取り組みについては、今ほど議員が申された通り、民間の専門家等により構成された NPO 法人と行政が連携して協議会を設置し、まあ、本市としてすでに取り組んでおります空き家空き地情報バンク、それであったり空き家相談会、小矢部市シルバー人材センターが行っております空き家サポートサービスなどの活動のほか、本市では実施しておりませんが、空き家空き地などの低未利用ストックについて、隣接地やその周辺などの一定の範囲において接道状況や土地形状の改善を図ることにより、土地に付加価値を与え市場性のあるストックを生み出す小規模な区画再編事業等が行われております。本市としましては、今ほど申しましたようにすでに導入済みの施策も多くございますことから、改めてランドバンク協議会等の設置を予定してはおりませんが、小規模な区画再編事業等については都市の再生に有効な手法と考えられることから、事業費に対する補助制度や住民の負担などを含め調査研究してまいりたいと考えております。6番谷口拓海君。ランドバンクですが、他でやっていることを小矢部市でそのままというわけにはいかないということも分かります。ただやはりこの空き家基地が増えてきている中、皆さん大変心配しておりますので、この事業はですね、空き家基地に対する事業は大変重要なことではないかというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いしてです。次の質問、最後の質問に移らせていただきます。都市計画道路四島西中野線の早期完成に向けてということでお伺いいたします。この都市計画道路四島西中野線の完成予定時期や工事の進捗状況、まあ、現在工事も始まっておるところでございますが、どのような状況かということを、まあ、地元の方も大変心配もしておりますし、教えていただければというふうに思います。産業建設部長笹本克也君。はい、都市計画道路与島西中野線につきましては、国道8号西中野交差点から東部小学校前交差点までの区間約380メートルにおいて、国が事業主体となって整備が進められておりますが、まあ、現在、用地買収や物件移転が完了している箇所から順次、道路の拡幅工事に着手しているほか、用地買収や物件移転が完了していない方々への用地交渉を行っているところであり、まあ、完成には数年を要すると聞いております。6番谷口拓海君。この都市計画道路、現在建設していただいている途中でございますが、この都市計画道路四島西中野線ですね、これが完成すればですね、アウトレットや高岡方面から小矢部伏木高線を通ってですね、まっすぐ小矢部市内に入ってくることができるわけです。小矢部市の中心街にとっても大変に重要な道路になるのではないかというふうに考えておるわけでございます。市の方ではこの都市計画道路ができた後のどういうような構想を持っておるのか、また沿線の青写真等を描いておるのであれば教えていただきたいと、こういうふうに思います。産業建設部長笹本克也君。
都市計画道路与島西中野線の完成後の都市計画像についてのご質問だと思っております。都市計画道路与島西中野線、これ今県の方で事業主体となって、進めていただいておりますが、まあ、完成した後の効果につきましては、商業施設や物流施設などが集積されつつある、国道8号の沿線と伊豆木市街地がダイレクトに結ばれることにより、交通の利便性の向上ほか、交通の安全性の向上のほか、利便性の向上効果により、沿線について市街地の面的な広がりを促すことで、中心市街地の活性化と良好な周辺の良好な市街地の形成につながるものと考えております。6番、谷口匠君。はい、市の方でも大変いいドローンになるのではないかなというふうな答弁をいただいたのかなというふうに思っております。この道路当初計画では5年、今工事を行っているところは5年で完成して、その後の東部小学校からキラリー子ども園までまだ5年、両方いっぺんに工事しないということで、現在のところが終わらないと次の5年の工事に入らないというふうに聞いております。まあ、初めに住民の方聞いたのは10年でできるよって聞いたのは、ひょっとしたら遅れるのではないかと、同時進行ではどうしてできないのかという質問も私も受けますが、まあそういう約束だったからというふうに私も言っているわけでございますが、先ほども部長言っておられた通り、まあ大変展望が望める道路であるということでもあります。この小矢部市発展のためにですね、できるだけこの10年以内に、後期以内にできるように頑張っていただけることをお願いするものでございますが、今後の取り組み方針等を教えていただければと思います。産業建設部長、笹本勝也君。今後の取り組み方針についてであります。都市計画道路与島西中野線の早期完成に向けての今後の取り組み方針については、まあ、これまでにも行ってまいりました国県への要望活動のほか、現在も行われております用地交渉へ市も同行して、県とともに汗をかくなど、事業の一層の進捗に向けて努力してまいりたいと考えております。6番、谷口匠君。何卒よろしくお願いいたします。これで質問ありますが、今日は豪雨災害について、脱炭素社会に向けた取り組みについて、地域再生ランドバンクの設置をということと、最後に都市計画道路与島西中野線の早期完成に向けてということで、4項目にわたり質問をいたしました。当局におかれましては、大変丁寧な答弁をいただき、本当にありがとうございました。これにて終わります。